はーい、余裕でーす。いやもう、もう全然匂いしないよ。めっちゃ全然匂いしない。完全に分かってるよな、大輝な。余裕マジで。え、ほんとペロって言っちゃうよ。じゃあもう、じゃあグッて言ってみて。なめすぎ。何がやばいのよ、どうなったのよ。そしてどうなったわけじゃ、口から火が出る。ガチガチ。それはガチだ。それは弱い。ガチだから。ガチだよ。ガチだからないと。じゃあ気持ちはそんなんだよね。ねえ、もう本当口から火出てる。火出てたもん。俺も出てたし、お前も出てたし。これでいっちゃうよ、俺これで。あ、それで。うぅぅぅぅ。いや、それはやばい。いや、もうやばい。体調心配になるわ。救急車やばい。そんな心配するって見てくれたな。ガチでやばいから。じゃあ俺本当に、いや見てるだけで思い出してすげえ汗かいてるもん。それやばい。鼻の油すごいからね。あ、もう取り当たってきて。どんぐらいじゃ、こんぐらい。あ、まあそんぐらいで、そんぐらいで、そんぐらいで。これ、そんぐらいで。これ。いやもう本当にやばいから、終わるから。はい、マジでやばい。うわ、思い出すなこれ。うわ、マジいった、こいつやばい。早い早い、それは早い、それは早い、それは早い。いやいやいや、それは早い。嘘やって。それは早い、それは早い。さあ言うんだよ。苦手だから余計。じゃあこれ結構最初は耐えるんだよ。最初は耐える。こんなんで皮膚ったら後でめっちゃやばい。いや、やばいよ。いや、あのね、俺を抱きしめる力がどんどん強くなってる。ガチでこれやばい。あ、嬉しい。もういっぱい飲んだ、もういっぱい飲んだほうがいい。いや、ほんとやばいな、これ。やばいでしょ。これ言っとくけど、あの、明日の朝まで痛さ残るからね。マジで。うわ、マジやばい。いや、もう水が何の意味もなかった。一口だよ、だって。そう、なんならさ、これ水がね、痛さを広げてしまうんだ。あー、最悪じゃん。それあった。結構負のループ、これ。最初なんか、これのエキス飲んでるのかと思った。そう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 。ガチやばいよ。これの、あの、半分半分。あ、これの半分。え、すすすすすす。いやいや、まだ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 。カメカメカメ。よしよしよし。はははははは。逃げるタイプだ。やばいやばいやばい。いやでも、あとだぞ、あとからだから、ほんとに。え？お？お？え、すげえ！ねえ、嘘だ！これ自分でもびっくりしてる今。マジで？いや、無理だから。絶対無理。いや、お前最初。あ、でも多分この一口だけだと思う。いや、もう俺もう、味が変わったのかな。多分これ、全然。やめがまずい。ほら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 。甘くなっちゃった。あ、あとだ。やばいやばい。いや、味が、味がもう多分変わったの。あ、ぜひこれまでよ。一回これまで。全然、全然。いや、やべえ、ちょっと。ハハ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 。行ってちょくちょく。あのね、ここまではまだいいのよ。徐々に来る、マジで。てかもうなんか胃が痛くない、もうすでに。そう、なるよね、すぐなる。食道から胃全部が痛い、体の内臓すべて。やばい、やばい、なんか笑ったやついる。ほら、もう来るんだって。これマジやばいよね。あー、やばい、来た。ここにいなきゃリボンの熱めっちゃ来るもん。あ、やばい、やばい、やばい、ほんとやばい。やばいわ、これやばいでしょ。もう三口目はもう手が出ない。ああ、麻痺してるよね、口の中に。もう先が喋った後、もう春雨臭かったわ。激辛の、激辛エキスの匂いがすごく。ガチやばいからね。久しぶりに食べてみて。いや、マジでやばい、マジでやばい。いや、本当にやばい。いや、マジで。いや、マジでこれやばい。本当に食いたくない。大丈夫だよ、一口なら。まあ、一口ならいけんじゃん。いや、もう本当に食いたくないもん。俺、あの企画、あの企画の次だけ無理無理、もう手伝えない、もう無理。俺も無理。いただきます。大丈夫だよ、一口目は。一口目は。だって大したもん。意外と大したことないって感じだと思う。うん、まだ耐えれる、まだ耐えれる、まだ耐えれるよ、まだ余裕よ。うん、でで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 、いやー、そう、マジこうなるよね。ああ、やばいやばいやばい、痛い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 。二発目で、マジで今で来てる。痛い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 。あ、もうベロが死んだ。逃げな逃げな、おい。無理、行けるぞ。
でか、じゃあ全部でいいかな。うわ困って、それはだって、いいだって年末、ね、年始言ったよ、年始言ったよ、ね、こいつ食ってねえのに汗かいて一番燃えてる、見ただけで、見ただけで汗かいてる、汗やばい、経験者だからやっぱ、そう、やばいんだってこれ、まあ、俺これ行くけどね、まだから体張るって言ったからね、蘇っちゃうんだ、今年ね、行って行って行って今年ってか2年前ぐらいに行った気がする。うわっ、こいつマジでバカだ、マジでヤバいやつだよ、それヤバいわ、それ意外といけちゃう、いや無理だよ、いや最初だけなんだって、だからヤバいってヤバいって、マヤの直飲みだったら消せるかもしれない、あとこれでだいぶマシになって、あれマヤの直飲み超えてなくなってきたわはい、ということでも食べ終わりました、ということで、はい、もうもう余裕でした、はい、これじゃじゃーん、モーカ焼きそば行きました、どうぞ食え、食え、モーカ焼きそば今日鬼だね、今日はい、じゃじゃーん、メインこれ、メインじゃないよ、サブ、いやいやいや、サブかよ、サブ、嘘でしょ、サブで今年一気やっけ、こんな体張る、いやでもこれ食ったらさすがにね、モーカ焼きそば辛くないと思う、あーなるほど、その説は、それは確かに気になるわ、それ気になるでしょ、気になってはいるわ、食ってみよう、食ってみよう、全部食おうか、食え食え食え、これね、始まった始まった、これ行こうかもう、ああこれ余裕だよ実際、胃がね、あったまってんの、いやもうね、そうなんだよね、本当にね、あったまる、もうちょっともうすでに喋りづらい、痛くて下がね、うん、いただきます、余裕と思うんだよ、いや余裕でしょ、もういや余裕だと思う、めっちゃいった、いや余裕だと思う、余裕だと思う、うん、ああこの辛さなんだったらいけるか、ああもう慣れたでしょ、あれきついのね、うん、絶品、おぉ、うまいね、え、俺これ全然いけちゃうよ、おぉ、もう俺改造手術成功した人みたいな、やばい調教した無理やり強制したな、うん、いやもうエンドの後だったら余裕よ、いやこれはすごい辛すぎる、ね、実験ですよこれは、余裕、春雨の後だったらこれもうバカ余裕だ、マジで、マジでマジヤンクやん、だって普通の蒙古タンメンも食えないもんね、だって前だって大食いだったからすごい最初飛ばしてた、これで大食いってえぐいね、あれはマジでやばい、いやーゆかゆか、たつきはあの量普通に地獄あれだけは食っちゃうよ、あの量俺あの量食って死んだんだもん、この競技を知ってね、あの量いけるたつきに乾杯できる、その、オレオでも食えよ、オレオチョコレートあるよ、ちょっと甘いもん食って中和したいよね、いや、いらないな、そんなものは俺に、なんか最強モードごめん、あの本当に欲しい肩やめっちゃ欲しがる、欲しいてかやべ、唇痛い、マジで唇痛いあー、いいね、ゆかゆか、いや、今じゃないでしょ、これ絶対目が辛いと感じた時だからね、これ辛いし、今目じゃねえんだ、口が辛いんだよ俺をマジでちょうだい、本当にあの、辛いものをうまいと感じる人多分今この状態ぐらいの袖を食っているような感覚なんだろ、体も疲れる、すごい、普通に辛うまい、アルファでもダメなんじゃん用途が違うんだよ、1口か3口ぐらいのマックスエンド食っていろいろ悟っとるね、うん、辛いもの好きの心理とかを語り出したね、すごいないやいや、よかったね、じゃあうまい、よかったよかった、もうそもそもが風邪じゃん、これはお前らって何やってるの、痛み止め生理痛じゃん、もう違うんだよ、プロテインじゃないんだよおえいいつのやつだよ、おえいおえい何がおえいおえいのやつ、帰れお前はもう、帰れお前はもう、なげえたっ飛ばせーひーやまじゃねえんだよ、羽飛びのやつじゃねえんだからもうはい、もうお前ら来るな、住み下が無限に進む、お前ら立ち入り禁止、はい帰れお前、もうはい俺来ぞお前、俺これいいや、これめっちゃいい、夏物語、これどこで落とせばいいよ、これ知らねえよ、お前らが始めたんだ勝手に来た、本物の俺よな、任せるよ、あとはあ食べて食べて食べてからだよ終わるもん、まあやっぱね、そんな楽して俺を食うなんて虫がいい話よ、それは、いや余裕だよ、それは余裕ですよ、で、もう一個エンド食ったら食っていいよ、もうあれよ、まあ、もう一個アルダメエンド食ったら食っていいよ、これいやよかった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 、美味しかったね、ごちそうさまでした、はーい、はーい。